家族というのは政府が認定している残りの12人の家族なんです。それが家族会なんですが、私たち特定失踪者の家族というのはその家族会には入れないんです。なぜか政府の認定がないからです。政府の認定がない、その一点だけで北朝鮮による拉致の被害者の家族会のメンバーにはなれないんです。本当であれば拉致被害者家族というのは800人以上いるはずなんです。ところが今の日本の家族会は12人だけなんですよ。本当にこれが拉致被害者の全体の家族のことを、その声が家族会だけではないんです。800人以上もいる拉致の疑いのあるそうした失踪者をぜひ皆さん知ってください。北朝鮮が拉致を認めて11年になりました。その時に日本全国から家族が、自分の家族も北朝鮮の拉致かもしれないという相談がなんと1000件あったんですよ。その時11年前に約1000件の相談があって、その数がやっと明らかになったのは去年の今頃ですよ。10年経ってやっとその数字が明らかになったんですよ。こんなことを隠す必要があるんですか。皆さん、この北朝鮮による拉致の大きさというのは私たちが知っている想像を絶する数の多くの日本の若者が連れ去られているんです。例えば私の兄は19歳の時に埼玉県川口の自宅を出て間もなく拉致されているんです。東京の大学に通い、将来日本のために学校の先生になろうとしていた希望ある若者でした。ところがなぜ消えたのかその時わからなかった。埼玉県で拉致などないと私も思い込んでいた。ところが今から10年前に北朝鮮の脱北者が持っていた写真に写る人物がなんと私の兄だったんですよ。38年前に消えた私の兄の写真がなんと北朝鮮から出てきた脱北者が持ってたんですよ。これは本当に驚きました。まさかと思いましたよ。拉致かもしれない、だけど確たる証拠がなかったんです、それまで。ところがこれほど確たる証拠があるにもかかわらず認定されないんですよ。認定しないんです。だから拉致被害者家族が10年間でたったの2人しか増えてないんです。今現在17人ですよ。そんな少ないはずがないんです。ぜひ拉致の実態というのは、政府が認めている被害者はほんのわずまだわずかごく一部なんです。私たちはその政府が認定する拉致被害者を含め、さらに実際に拉致されているその全体、全ての拉致被害者を取り戻そうと、そういう運動なんです。ぜひ皆さん自分の目になってください。そして今も拉致は続いているんです。これからももしこの問題を日本が解決しなければ、うやむやにすれば、必ず次は皆さんがその被害に遭う、あるいは皆さんの家族が被害に遭ってもおかしくないんです。日本を変えなければ、私たち自身が変わらなければ、この問題は絶対に解決できません。ぜひ皆様一人一人の問題だと思って、この日本を良くしましょう。奪われた日本人を必ず取り戻す、その強い意志が今こそ日本に求められております。ぜひご協力お願いいたします。今日は特定失踪者の家族が来ております。ぜひ家族の声を聞いてください。そしたらちょっと家族会、秋田の代表の松村さん、大変お騒がせをしております。皆さん本当に楽しい忘年会シーズンにお騒がせをして申し訳ありません。我々は今日北朝鮮に拉致をされた日本人全員を取り返そう、そのためにここに集まっております。被害者5人の方が帰ってきてからもう11年です。11年。あの時3歳だった子ももう14歳、5歳だった子も16歳、
ということは今の高校生はよくわからないんです。もうそんな昔のことです。でも11年経ってもまだ5人帰ってきたままです。そしてまた今日ここに862と書いてあります。特定失踪者という名前もあります。これは日本の政府が認めていないけどおそらく拉致をされたんじゃないか、もしくは北朝鮮で散々目撃をされ、本当はいることが日本政府も分かっているけど認定をしていない方々です。被害者はたくさんいるんです。その方々が未だに無視をされています。私は今日は秋田から参りました。秋田はご存知の通り日本海側です。私は今46ですが、私の先輩後輩多くの仲間は友達はみんな海岸線に夜行っちゃダメだよ、夜行くと北朝鮮に連れてかれるよ、そんなことを言われて育ってきました。夜デートで海岸に行ったら変な奴に追っかけられた、そんな話たくさんあります。みんな実は知ってるんです。警察の方に聞きました。雨の日突然海岸線に寝転んで見張ってろ、わけもわからず見張った。ある日お祭りの日、ある警察官が必ず今日は工作員が来ると思って見張ってたら本当にやってきたんです。逮捕もしました。でも一日で釈放。僕はそのお前さんに会いました。なんでわかったんですか、広い海岸で場所がわかったんですか。お前さんは言いました。わかってるんだよ、どっから来るかもお巡りさんは分かってるんです。分かったんです。先ほどからいろんな話がありますが、北朝鮮の拉致はずっと日本政府は分かっていた、警察も分かっていた、隠してきたんです、見殺しにしてきたんです。だからこんなに数がいっぱいいるんです。みんなそのことを分かってます。だから今更犯人が捕まったり被害者が帰ってきたら困るんです。こんなことをほっとけますか、皆さん。ほっとけませんよ。だけど今我々はこうやって現実被害者を見殺しにしてるんですよ。もっと騒がなきゃ、もっと騒がなきゃ。秋田も東北ですが大震災がありました。僕の仲間もいっぱい被災しました。助けに行きました。でも北朝鮮は被災地よりももっともっともっと悲惨なところですよ。寒いですよ、食べ物もありません。皆さん、北朝鮮にいる仲間を見殺しにするんですか。我々はもう知ってるじゃないですか。いるんですよ、仲間がいっぱい。助けましょう、ぜひお願いします。政府に任せても誰かに任せても何ともならないんですよ。ここで騒いでもダメかもしれない。何とかしましょう。まずは騒ごう。そばにいるお巡りさんでも政治家でもなんでやんないの、なんでやんないの、毎日行きましょうよ。我々が北朝鮮に行って取り返すことはできません。悔しいけど行ったら捕まるだけですよ。人質になっちゃう、向こうの力になっちゃう。だからできない。だったら本当はやらなきゃいけない人、政治家でしょ、役人でしょ、警察でしょ、彼らはその責任がやるからお給料回ってるんです。やってもらいましょうよ、ちゃんと。もっと騒がないと、我々が諦めたら終わっちゃうんですよ。絶対に諦められない。皆さん必死になりましょう、頑張りましょう。被害者を必ず取り返しましょう。よろしくお願いします。渋谷はご通行の皆様、しらすの寒い中お騒がせしております。こちらは拉致被害者の家族、そして拉致の疑いの行為特定失踪者の家族、その方々を支えるボランティアの方々が集まってくださいました。拉致被害者を救おうという署名活動をしております。ぜひ皆様の力をお貸しください。私は特定失踪者山本美穂の
妹森本美沙と言います。姉は今から29年前山梨県の甲府市からいなくなりました。ずっと姉の帰りを待ちながら何も言えずに過ごしてきた年月がありました。18年間何も言えずに過ごしてまいりましたが、小泉訪朝のことがきっかけで有本恵子さんの拉致が明らかになったことがきっかけで、姉ももしかしたら北朝鮮にいるんではないか、姉は失踪後4日後に新潟の海岸にカバンが落ちていました。行ったこともない新潟にどうしてカバンなんかが落ちていたんだろう。何の消息もわからないままでしたけども、それだけを残して姉は失踪しました。家出なんじゃないか、そんな思いもありましたが、家族に黙って家族の心配するのを知っていながら10年もそんな黙ってるはずがない。きっと姉は自分の意思とは違うところで帰れないんじゃないか、そんなふうに思い始めました。それが小泉さんの訪朝を機に北朝鮮の拉致かもしれないという思いで、新聞社拉致の救出活動をしている方々に相談を持ちかけたところ、これはもう状況的に拉致問題ですよ、お姉さんは北朝鮮できっと帰りを待ってるんじゃないか、そんなふうになりました。警察の証拠はないと言われているかもしれませんけども、このように突然いなくなって何らかの所持品を海岸や近くに残していなくなっている家族がたくさんいるんです。状況的にとっても似ている状況でいなくなっている日本人がたくさんいます。拉致被害者は政府の認定で17名です。しかしやっと私たちも声を上げることができるようになりました。政府が、警察庁がその数を認めましたけども、862名という人間がこの日本から突然いなくなりました。10年、20年、30年、本当に古い方は50年も前からいなくなっている状況をその家族はなかなか言えないでいましたけども、やっと北朝鮮の拉致被害者かもしれない、そんな中で再会の一縷の望みをかけることができました。今まで声を上げることができなかった家族が北朝鮮で生きているという可能性に再会の望みをかけています。北朝鮮に拉致されたのでは自分の意思で帰ってくることができません。家族が心配しているだろうとずっと思っていると思います。この師走も本当は家族で過ごすのが日本人、世界の国々の当たり前の日常ではないでしょうか。家族で当たり前に過ごすその日常を奪われて10年、20年、姉の場合は来年は30年になります。本当に長く不在を言えないままずっと不安を抱えてきました。でも拉致問題がはっきりして家族の不在を訴えることができるようになった人間が本当に数多くいるんです。何の理由もなく家族に心配をかけていなくなる人間がいるでしょうか。自分の意思とは違うところで連れて行かれてしまったんです。この平和の日本からなぜ突然人がさらわれてしまうんでしょうか。どうしてこの平和な日本から何人もいなくなってそれで平気でいてしまったんでしょうか。政府の不細工にも今言われていますが、私たち家族も声を上げることはできませんでした。もしかしたら家族に問題があったのではないか、そんな思いを抱えながら生きてまいりました。でも違うんです。自分の意思とは違うところ、何の問題もない中で突然家族が連れ去られてしまいました。この平和の日本からこんなことがこの世の中にあっていいんでしょうか。この現実は決して特定の人間の中のことだけではありません。ごく身近なごく普通の家庭の中から人が連れ去られてしまいました。今北朝鮮で生きているかもしれないというところに一縷の再会の望みをかけています。
ぜひ皆様この事実をご理解いただき、国民の声がありましたら政府を動かすことができるんです。ぜひ拉致被害者全員の救出を見届けるまで皆様の声を政府に訴えていただきたいと思います。ぜひお願いいたします。本日はありがとうございました。渋谷ご通行中の皆さん、拉致被害者救出運動をしているボランティアのグループです。そしてこの土曜日の夕方、渋谷を歩いている皆さん、私が今ペンライトで示している方を見てください。48名もの東京から失踪している拉致の疑いの濃い人たちの写真を飾ってあります。48名ですよ。この人たちが横田めぐみさんと同じように北朝鮮に拉致されている可能性があるんです。暗い中で人が寄ってみてください。もしかしたらあなたの知ってる人がいるかもしれません。この人たちは何も悪いことをしていません。全く突然に家族が、そして友人が失われた人たちがこんなにたくさんいるんです。そして862というこの数字を見てください。862、全国から多くの拉致の可能性の多い862名の特定失踪者という、この故障をあなたは知っていますか。横田めぐみさんだけじゃないです。横田めぐみさんの写真はこっちですね。大きなパネルがあるんですけど、真っ暗なので見えません。そばに寄って見てください。13歳で拉致をされた横田めぐみさんです。横田めぐみさんの写真がこちら。このあどけない横田めぐみさんが13歳で拉致をされた、ここ通行中の13歳の皆さん、あなたと同じ年でめぐみさんは北朝鮮に拉致されて30年も、そして他の皆さんは40年も、あの寒い寒いオンドルがないと凍えてしまいそうな、着るものもないような北朝鮮に閉じ込められて、毎日毎日家族に会いたい思いを抱えて、そして待ってるんです。取り戻してください。あなたの署名で、そして日本中の心を一つにして拉致被害者を救出すること、この年末に一緒に誓いましょうよ。あなたと一緒に頑張りたいんです。どうか力を貸してください。拉致被害者のご家族、増本ルミ子さんのお父さんは日本を信じると言って亡くなりました。信じられた日本とは一体誰ですか。政治家ですか、それとも外務省ですか、首相ですか。そうじゃないんですよ。増本正一さんは日本人の心を信じたんです。この1億3000万の日本人一人一人の心を、その両親を信じたんです。あなたを信じたんです。私も増本正一さんに信じてもらった日本人の一人です。その1億3000万の3000万分の1の心を署名という形で表そうじゃないですか。あなたの優しさを一歩進んで署名をしてください。拉致被害者は横田めぐみさんだけじゃないんです。たくさんの失踪者がいる。今先ほどペンライトで示したこの48名の写真、そして862という数字、今日覚えて帰ってください。あなたも、そして30年も40年も閉じ込められている人の心を持ってください。時には絶望を感じているかもしれません。なぜ日本は救ってくれないのか、どうして家族に会えないのか、そういう苦しい思いで待っている被害者を救うために、どうか署名にご協力いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。